リーニエンバルとは、オーストリアのウィーンで、フォアシュタット新市街の外縁を囲む形で、フォアオルト郊外村との間に設置された、軽装備の要塞設備のこと。18世紀初頭から19世紀末まで存在した、1843年、城壁が残るウィーンの地図。旧市街を大きく取り囲む形で、左上のドナウンガから、右上のドナウンガへギザギザのリーニエンバルが、 通っている。トルコ軍とハンガリークルツ反乱軍への備えのため、1704年、皇帝レオポルト一世紀の指示によりリーネンバルの建設が始まった。これはクルツホルイと呼ばれる軍事施設の一部をなすものだった。このホルイ設備は、ハンガリーとの境界線上に設置された防衛ラインで、計画された全長は約2 0 0トルだが、全皇帝の完成は果たせずに終わった。 ライタ川と、モラバ川沿いを通って、ノイジードラーコまでを結んでおり、その一部がウィーンにも設置された形となっていた。1704年6月11日、ウィーンに攻め寄せてきた、クルツ反乱軍を2600人の市民と150人の、学生がリーニエンバルで食い止めることに成功した。1790年の1、中央付近の赤い円形が紙壁で囲まれた、旧市街で、 その左側に見えるギザギザの線がリーニエンバル。旧市街の左上の川沿いから南へ向かい、旧市街を C 字型に囲むように右下へ続いている。構造としては、土壁の上部に防御策を設けて強化し、前面部には堀が巡らされた。現在の地図でいうと、南から北へ、3区、残区とマルクス地区のドナウンガから9区のリヒテンタールまでを結ぶラインである。 軍事上の利点からジグザグに配置されていた。おおよそ1850年にウィーン市に編入されたフォアシュタット新市街と1892年に編入のフォアウルト郊外村との間の境界線となっていた。建設工事には旧市街とフォアシュタット新市街に住む18歳から60歳までのすべての市民が動員され、 自ら参加するか、代理人を立てて出すことが求められた。この大規模な人員動員により、高さ4メートル、厚さ4メートルの壁の建設は4ヶ月で完了した。壁の前面には深さ3メートルの堀が掘られ、全長は約13.5キロメートルに及ぶものとなった。壁の内外を結ぶ、道路上には門、羽ね橋、リーニエ町の感謝が設置された。 周囲の土地はやがて各地の地名に、ディーニエを冠して呼ばれるようになった。1738年、土森の壁をレンガで補強する工事が実施された。1740年から1760年にかけて、門の場所には18の礼拝堂が設置された。すべてネポムクの聖ヨハネに捧げられた礼拝堂だったことから、現在のウィーン市内には、聖ネポムクの像が数多く残されている。 民衆の間では礼拝堂のことを俗に道中のハンスルと呼んでいた。町に出入りするすべての旅人、税制協会のリーニエ町に勤務する役人がここで祈りを捧げ、ミサに出席することができた。当時の位置に、当時の姿で現存しているのはフンツトゥルム礼拝堂のみで、現在の10区にある。この他、ターボルに、 ヨハネスネポムク礼拝堂が現存するが、当時から数メートルずれた位置に移設されたものである。フォルクスオーパーの近くにもヨハネスネポムク礼拝堂が現存するが、これは位置も建物も元の状態ではなく、1898年に開通したウィーン都市鉄道の建設工事の過程で、元の礼拝堂が撤去されたため、当時の位置からは数メートルずれた場所に再建されたものである。 現在の建物は、旧区の地下鉄 u 6線の経路とべ、リンガー・ギルテル大通りの間に位置している。リーニエンバルの様子。リーニエンバルが、実戦で、どの程度機能するかを実証する機会は、歴史上、訪れることはなかった。唯一、1848年に、放棄したウィーン市民が、皇帝軍に退治する抵抗の取り出として、短期間使用したのみである。 1829年からリーニエンバルは税制の境界線として利用された。リーニエ町と呼ばれる通関所が設置され、ウィーン市内へ搬入される食料品に対して飲食税が課税された。その際、リーニエンバルの内側の区域で、あと2850年になってウィーン市に編入されたホアシュタット新市街は、編入前からウィーン市と対等とみなされ、 外側の区域よりも税制上高く設定された。これに対し、外側のフォアオルト郊外村は税制上優遇された。これにより、ノイレルヒエンフェルト地区では食料、飲料が格段に安く調達できたため飲食店が進出し繁盛した。このほかリーニエンバルの通貨には通行税が徴収された。リーニエンバルの移行。 ラントシュトラーサーギュルテル大通りに近いウィーン近郊電車の線路沿い。1846年、ベルベデーレリーニエの外側にウィーン南駅とウィーン東駅が、1858年、マリアヒルファーリーニエ沿いにウィーン西駅が、それぞれ開業した。1856年、低温室兵器庫もリーニエンバルの外側に、設営された。このように、 リーニエンバルの軍事的な意味合いはかなり以前から希迫になっていた。1862年からリーニエンバルのすぐ外側沿いに道路を建設する計画が持ち上がり、1873年ギルテル大通りが開通した。この時、1850年にィーン氏に編入されていた4区と5区からリーニエンバルの外側の区域を切り取って合併する形で10区が新設された。 そして、1890年12月18日、リーニエンバルの外側に位置する、フォアオルト郊外村に対してもウィーン氏への編入が決定された。1892年1月1日をもって、各地の郊外村が編入されると同時に、1829年以来の税制区分も意味を失い、ここにウィーン氏を中世以来、長い年月にわたって囲んでいた、私壁。 要塞設備の撤去作業における最後の障壁が取り除かれるに至った。1894年3月にリーニエンバルの撤去工事が始まり、ギュルテル大通りの拡張工事が実施され、1895年にはウィーン都市鉄道の付設工事も始まった。大幅に拡幅された2本のギュルテル大通りに挟まれる形でその中央部に線路を通し、1898年に 営業運転を開始した。バイリンガーガッセ通り13番地の住居に残っている遺構。現在、リーニエンバルの遺構は、フンツトゥルム礼拝堂の他にもわずかながら残されている。ウィキメディアコモ Commons には、リーニエンバルに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。